皆さんこんにちは。歌舞伎ソムリエの奥田健太郎です。さあ、歌舞伎の言葉、今日はね、競りという言葉ですね。これは、大競りと小競りっていうね、その規模によって大小があるんですけども、舞台にね、こうぐーっと競り上がってくる、これは舞台のいわゆる大道具といって、御殿だとかね、お家だとか、つまり大きな舞台装置がございますよね。でそれごとぐーっとだんだんこう舞台の上にこうぐーっとせり上げてくる、そういう舞台装置のことをせりと言います。でこれのもうちょっと小さい、そこまでその大掛かりな舞台装置ではなくて、登場人物の、すなわち役者さんですね、のぐらいの規模、サイズでぐーっと上がってくるものを、小さい競りですから小競りと呼ぶんですけどもね。今、歌舞伎座だとか、今日の現代の劇場においては、全てこれは機械の仕掛けで、上げ下げをするわけですけども、江戸時代の芝居小屋、昔の芝居小屋、あるいは今日、そういう昔ながらの作りの現代まで残っている芝居小屋ですとね、この競りを人の力でこう上げたり下げたりするというね、昔ながらの古風な芝居小屋の場合もございます。でそういうところだとね、例えば立派なこういうお寺の門だとかね、もうほんとそういうものがね、舞台装置がね、こうゆら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 ーって、やっぱその人の力で上げるわけだから、完全にマニュアルですからね、そのなんかこうギシギシ言いながらだん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 こう上がってくる。でそこにこう登場人物が一緒にいたりするとね、なんかほんと昔ながらの、例えばこう紙芝居でぐーっと場面が変わっていくとかね、それこそあの立派なこういう本だとかをこう1ページ1ページめくって次の展開に移っていくようなね、なんともそういう古風な味わいもあるわけですよね。もともとだから江戸の芝居小屋においてはそういう感覚も込みでね、皆さん楽しんでいたんだと思うんですよね。代表的なお芝居でいうと、南禅寺のね、立派な門がこうぐーっと上がることで、門の上にいる大泥棒の石川五右衛門と、その門を見上げる形で地上にいるね、真柴久吉、これは秀吉を指すんですけども、そのね上下の、二大大物の対峙っていうのかな、こう睨み合いっていうんですかね、それがお芝居の全般だと五右衛門しか見えてないわけですよ、お客さんからはね。で後半になってそれをぐーっと上げていくことで、門の上に五右衛門、下に久吉っていうね、こういうその上下のツーショットがこうおおらかに展開してきたりするのね、そういう今日は競りという昔ながらの歌舞伎のスケールの大きい舞台装置についてお話ししてみました。またお会いしましょう。ありがとうございました。